キリト、もう一戦だ。はい、リーナ先輩。はぁー、せりゃ。上段から中段へのよどみない移動、剣線の緩急。キリト、腕を上げたな。リーナ先輩こそ上級修験士だった頃の数倍は実力をつけたんじゃないですか。懐かしいな。こうして剣を交わしているとあの頃を思い出す。まだそう昔の話ではないのだが。はい、俺も先輩にそば付きしていた頃を思い出せてすごく楽しいですよ。少し休むとしよう。リーナ先輩、確かにここにいた頃よりも実力はついただろう。ウォロを破り、私はセルルト流の継承者として自信も持てた。だが何なのだろうな、ここでお前と剣を交わすたびに感じるこの教習のような思いは。私にとってあの一年はそれほどかけがえのない時間だったということか。あ、先輩、無知が。ん？何？これは完全に切れちゃってますね。天命値が減っていることに気づいてはいた。もう修繕も不可能のようだった。だが朽ちるのがこれほど早いとは思わなかった。キリトの打ち込みが強すぎるせいだぞ。ね、すみません冗談だ。形あるものはいつか朽ちる、それだけの話だ。それって練習用の鞭ですよね。ああ、ではあるが、昔から使い続けてきた思い入れのある武具の一つだ。先輩の大切にしている鞭が壊れてしまうなんてどうにかできないだろうか。どうしたキリト、急に黙って。いえ、何でもありません。ちょっと考え事をしてただけなんです。そうか、ではまたいつでも立ち会いに付き合ってくれ。はい。そういえば鞭はウルヤギの皮から作っていると言っていたな。町に行ってウルヤギの皮を売っている商人がいないか調べてみよう。羊皮紙にカバンに靴？もしかしておっちゃん、動物の革製品を売ってるのか？おお、うちの弟が丹精込めて作った革製品の数々だ。とくと見てっておくれよ。今回はいいのがいろいろとあるぜ。じゃあ、ウルヤギの革はあるか？ああ、すまねえ、ウルヤギは希少なんだ。もう売り切れたよ。うちの牧草地じゃ取れねえから、わざわざ遠方まで行って革を仕入れてるんだが、今年はどうも数が少ねえみたいだな。そうだったのか。ちなみにその牧草地ってどのあたりにあるかわかるか？ウルヤギの牧草地は鉱山地帯にあるんだ。坊主、地図持ってるか？なあ。ウルヤギがいるのはこのあたりだ。なるほどな、教えてくれてありがとう。川が売ってないのは残念だったな。仕方ない、リーナ先輩にこのことを伝えに行くか。
なあ、リーナ先輩、ちょうどよかった。キリト、どうしたのだ。実は、ウルヤギの皮のことでお話が。なるほど、ウルヤギの皮は希少で商人からは買えない。故にその鉱山地帯にヤギの皮を求めに行こうと。はい、最初は俺一人で取りに行く気だったんですが、やっぱり先輩にもお話ししようと思って。あのムチは先輩にとって大事なものなんですよね。いや、だがしかし、キリトよ、近所に散歩に出かけるとはわけが違うのだぞ。もちろん分かってますよ。でもリーナ先輩、あのムチが壊れた時すごく悲しそうにしていました。俺もこれまで大切にしてきた自分の獲物が壊れて辛かったことがあったので、その気持ちは分かるつもりです。リーナ先輩には辛さを少しでも早く解消してほしいんです。そうか、そこまで言ってくれるのなら私としても断る理由はない。ではキリトよ、我が新たな無知の素材探しの旅に付き合ってくれるか。はい、もちろんです。リーナ先輩、見てください、あそこにヤギがいます。あれはヤギではなく羊だ。羊にはヒゲと角がない場合が多い。そうですか。じゃあウルヤギは。なんだい、あんたたち、もしかしてウルヤギを目当てに来たのかい。そなたがこの牧場の主か。ああ、そのつもりで訪ねてきた。もしよければウルヤギの皮を譲ってほしい。できるだけ頑丈なものをな。残念だけどウルヤギはここにはいないよ。いなくなってしまったんだ。なんだと？理由は？魔獣が多く現れてウルヤギたちを食い荒らしたんだ。羊たちはヤギより臆病だから逃げて生き残ったんだが。ヤギは羊に比べて好戦的とは聞いていたが、まさかそのようなことになっていたとは。町に素材が下ろされてこないのもヤギ自体がいなくなってしまったからなんでしょうね。なんとも腹立たしいな、その魔獣。倒しましょうよ、リーナ先輩。どちらにしろこの辺の人たちも困ると思います。そうしよう。倒したところでウルヤギは戻っては来ないが、平民の生活を守るのも貴族の務めだ。ねえ、それじゃあ魔獣を探しに行きましょう。本当かい。そいつは助かる。よろしく頼むよ。任せてくれ。必ずや私たちで討伐する。リーナ先輩、言いました。魔獣の群れです。魔獣ども、一網打尽にしてくれる。
これでこの周辺の魔獣は駆逐したようだ。でもリーナ先輩の無知の素材はどうしましょう。諦めるしかあるまい。あれは手によく馴染むというだけでなく、我が父より受け継いだセルルトの一族が代々継承してきた練習用武具なのだ。家宝というほど高尚なものではないが、一族の血と汗が染み込んだものだった。それが天命を迎えたということは少し寂しいが、亜竜剣術と呼ばれたセルルト流の定めなのかもしれない。それじゃダメです。キリト？リーナ先輩はこれからもセルルト流を自分の誇りとして守っていくつもりじゃなかったんですか？確かに壊れたものはもう戻らない。でもリーナ先輩の志があれば流派の誇りは守っていける。あれに代わる、いや、あれ以上のいい無知を作りましょう。そして今度はリーナ先輩からセルルト流の家宝として受け継がれるようなものにしていけばいいんです。キリト、そうだな。いや、その通りだ。よくないな。お前がいないと私はすぐに弱気になるようだ。いや、何でもない。で、その新しい鞭をどう作るか案はあるのか？いや、これから考えます。そんなところだろうと思ったぞ。すみません。キリトの話を聞いている間にある代案を思いついた。この近くの茨の林に動物の皮と同等、いや、それ以上に強固で伸縮性に富んだツタが育っているらしいのだ。なるほど、それを無知の材料にするんですね。ここまで出向いたのだから寄っていこうと思う。ついてきてくれるか、キリト？はい、もちろんです。ここか。ああ、ツタが壁みたいに木々に張り付いてそこら中を覆っていますね。ああ、この林のツタの密集具合、これだけあれば良い素材は見つかりそうだが、探索そのものが難儀だな。でもどのツタも太いし強力そうです。これを当てられたらものすごく痛いですよ。素材として申し分はなさそうだな。リーナ先輩、ツタにトゲがついています。服を引っ掛けないように気をつけて歩きましょう。分かっているが、なかなかに厄介だな。この声、魔獣？あれは植物が獰猛な魔獣と化した固有種のようだ。奴を倒さなければ先には進めなさそうだな。はい、やりましょう。ジェネレートエアリア決戦。
獣を倒したな。これで先に進めるぞ。ですね。でも待ってください。今倒したやつ、植物タイプで結構でかかったですよね。タイプ？あ、すみません。植物のような形状でしたよね。うん、確かにツタのようなものを身につけていたような気もするな。そうです。あいつの体をそのまま素材にすれば、無知そのものも強くなるんじゃないですか。確かにそれは妙案だな。それでは素材として頂戴するとしよう。はい。確かに見事なツタだ。これなら良い無知になる。知り合いの鍛冶職人に渡して作ってもらいましょう。きっと前と同じくらい、いや、ウルヤギの無知を超えるくらいに立派な無知が作れるはずですよ。うむ、これもキリトのおかげだ。感謝する。そんなことはありませんよ。リーナ先輩の強い思いがこの結果を導いたんです。その屈託のない笑顔には私は何度も救われたな。いや、何でもない。忘れてくれ。さあ急ぎ帰ろう。皆も我々の帰りを待っているはず。あ、そっちはツタが密集して。先輩、服が破れて。先輩、動いちゃダメです。引っかかったところからさらに破れますって。そんなことを言われても、服が勝手に。先輩。なんという恥辱。私としたことがキリトと共に出かけられて浮かれてしまったとでも言うのか。今周りのツタを切るので待っててください。いいから、お前は来るな。私のこの姿を見られたくはない。でもそれ以上絡まったら危険ですよ。服だけじゃなくて先輩の体が傷つきます。いいから、こっち見るな。あの先輩、どうでしょうか。服の店名を回復することができたからな。振り向いても大丈夫だ。よかったです。それじゃあ。まだ顔は見ないでほしい。あ、すみません。キリト、ツタをほどいてくれてありがとう。そして今日ここで何を見たかは秘密にしてくれ。頼む。もちろんです。誰にも言いません。ああ、嫁入り前だというのに、私は何という姿を晒してしまったのだろう。嫁入りってそんな。大丈夫ですよ。俺できるだけ早く忘れますから。いや、よくよく考えれば悲観することはないか。先輩、なんせ見られてしまったのはお前だからな。そうですよね。俺は男のうちの一人に入りませんし、気にしなくても。はて、そういう意味ではないぞ。じゃあどういう。どういう意味だろうな。先輩。さて、それでは町まで帰還するとしよう。
よう、リズ。あら、ソルテリーナさんに、キリト、どうしたの？なあ、実はリズに作ってほしい武器があってさ。了解、何でも作ってみせるわよ。さすがはリズベットだな。衣装といい、優先度といい、何もかも完璧だ。いい無知ができてよかったです。本当にありがとう、キリト。これからもこの無知を大事にするよ。代々受け継いだものではなく、新たなものを受け入れることも大切なのだと今回身に染みて思った。私がセルルト流継承者として受け継いだ思いは、たとえ無知が壊れようと消えることはない。それは新たなものを取り入れつつ受け継がれていく。そうですね。たとえ壊れてしまったとしても思いが消えるわけではない。うむ。そして今の私に新たな思いを持つことを教えてくれたのはお前だ。これからも私はセルルト流に誇りを持ち続けていくよ。この新たな無知とともにな。あ、そうだ、また戦闘のお相手をしてくれ。この無知の効力がいかほどか知りたいのでな。わかりました。お手柔らかに頼みますよ、先輩。その約束はできんな。え、そんな。でも望むところです。それでこそキリトだ。楽しみにしているぞ。